ロシア外相、北極圏で国益守る。NATO 演習拡大に対抗姿勢。ロシアのラブロフ外相は、北極圏で北大西洋条約機構が軍事演習を拡大していることに、ロシアとして対抗する決意だとし、政治や軍事的観点で北極圏の国益を守ると表明した。ロシアの各通信社が20日、同省のインタビュー内容を伝えた。北極圏で起こり得る危機に関して、NATO がいかに演習を強化しているかを我々は認識しているとした上で、ロシアが軍事、政治、軍事技術の観点で国益を守る用意が完全に整っていると語った。これ以外の発言内容は報じていない。ウクライナ大統領、対露戦争終結の勝利計画策定完了。ウクライナのゼレンスキー大統領は18日、ロシアとの戦争終結につながる勝利計画の策定を完了したと明らかにした。先月にゼレンスキー氏はバイデン米大統領に計画を説明すると発言。国連総会出席のため訪米する来週がその機会になると見られている。ゼレンスキー氏は、勝利計画は全面的に用意が整ったと言える。すべてのポイント、重要分野、必要な詳しい追加項目が定まっている。最も大事なのはこれを実行する決意だと語った。その上で今後の展開について、単に戦争状態を凍結したり、ロシアの侵略を新たな段階に先送りしたりする余地はなく、和平の実現以外にはありえないと強調した。ゼレンスキー氏は2022年提示した和平交渉案では、基本的な前提条件として、ロシア軍の全面撤退とウクライナの旧ソ連時代の国境回復、ロシアが侵攻の責任を負うことを挙げていた。同氏はロシア軍がなおウクライナ国土の 20% 近くを占領している限り、交渉する考えはないとの姿勢も示している。ロシア西部の弾薬庫が大爆発、ミサイルなど多数損失化。ウクライナがドローン100機超で攻撃。ウクライナのドローンの大群が18日未明、国境から北へ 500km ほど離れたロシア西部トベリ州の町トロペツを襲った。トロペツには、ウクライナに侵攻しているロシア軍に補給している広大な弾薬庫、第107兵器廠がある。第107兵器廠では、小規模な地震を観測するほどの大爆発が起こり、米航空宇宙局 NASA の観測衛星でも熱異常が検知された。地元当局は、近隣住民に避難命令を出した。ロシアの弾薬多数が炎に包まれた。保管されていた弾薬の種類は不明だ。ウクライナの調査分析グループフロンテリジェンスインサイトの創設者であるタタリガミによれば、122ミリロケット弾、82ミリ迫撃砲弾、ライフル銃や機関銃用の 7.62 ミリ弾などが含まれるという。これらより格段に強力で貴重な兵器も置かれていた可能性がある。当局筋は地元メディアの RBC ウクライナに、破壊された兵器には S-300 防空ミサイルやイスカンデル弾道ミサイル、北朝鮮製 KN-23 弾道ミサイルなども含まれると述べている。ロシア軍は対地攻撃に転用した S-300 やイスカンデル、KN-23 を数百キロメートル先のウクライナの都市や電力インフラに対する攻撃に使用している。ロシア軍で最高の部類に入る弾薬が多数、一箇所に集積していたからこそ、ウクライナはこれほど大規模なドローン攻撃を行ったのだろう。RBC ウクライナによると、100機超のドローンが投入されたという。
ウクライナによるロシア領内の目標に対する攻撃としては、ロシアが拡大して2年7ヶ月近く経つ戦争で過去最大規模だった可能性がある。誇張ではなく非常に大きな戦果だ。私たちはおそらく何千トン分もの爆発物や砲弾、ロケット弾が失われたところを目撃していると、たたり神は書いている。ロシアにとって最善のケースは、第107兵器廠に置かれていた弾道ミサイルはごく少数で、失われたミサイルは今後他のミサイルで代替できるというものだろう。代わりのミサイルには、最近第一陣が到着したイラン製弾道ミサイルも含まれるかもしれない。一方、最悪のケースは、ウクライナ深部への攻撃に用いてきた最良の弾薬のかなりの部分が失われたというものだ。ウクライナによるロシア領内への長距離攻撃で転機になる可能性。ウクライナにとってトロペツに対する攻撃は転機になる可能性がある。ウクライナはこれまで何ヶ月も米欧製の長距離弾薬、具体的に言えば米国製エイタクムス弾道ミサイル、英国製ストームシャドウ巡航ミサイル、そのフランス版スカルプ EG について弾薬庫などロシア深部の目標に対する使用を認めるよう供与国側に懇願してきた。だがロシアによる長距離攻撃でウクライナの民間人の犠牲が積み重なっているにもかかわらず、供与国側は許可を保留してきた。ウクライナが不満を募らせているのは明らかで、自国で開発した長距離攻撃用のドローンやミサイル、爆弾の生産を強化している。これらの兵器は他国の許可を得ずにロシア領内への攻撃に使用できる。第107兵器廠を破壊したことで、ウクライナの国産兵役はロシアに対して過去最大の打撃を与え、さらにはロシアによる将来の攻撃を防いで、多くのウクライナ人の命を救った可能性がある。トロペツの弾薬庫爆発から数時間後、ウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領は、非常に重要な成果を収めたと称えるメッセージを出した。この記事のすごいところは、100機ものドローンが 500km 余り飛行したのに、かなりの数のドローンが撃墜されずに目標へ到達したこと。単に飽和攻撃が成功したというだけではなく、ロシア側のレーダー網が機能しなくなっていることや、レーダー網が機能しているとしてもそれを撃墜する地対空ミサイルが不足していることを意味していると考えると、北朝鮮やイランからロシアへ供与されたイスカンデル型のミサイルというのは地対地ミサイルだから、ドローンや戦闘機を撃墜できない。今回のことでウクライナは、ロシアの防空体制はボロボロということが分かっただろうから、10月に入ったらいよいよ F-16 戦闘機を実戦投入して制空権を確保するのだろう。ウクライナ軍の自国で生産されているドローンは強力で、しかも航続距離が長い。ロシア国内の攻撃にアメリカをはじめ西側諸国が兵器使用に慎重となっている間に素晴らしい兵器開発をしたものだ。近代戦争の武器がどんどん進化している。日本も核保有国に囲まれており、他人事とは思えない。民間企業と自衛隊が協力して自衛のための武器を開発すべきだ。ロシアのウクライナ東部攻撃、リスク低下。越境攻撃が走行、ゼレンスキー氏。ウクライナのゼレンスキー大統領は19日、ロシア軍との戦闘が続くウクライナ東部ドネツク州戦線での戦闘において、同国軍がロシア軍による攻撃の可能性を低下させているとの見解を示した。先月開始したロシア西部クルスク州への越境攻撃により、ロシア軍兵力を東部から引き剥がすことに成功していることが背景とされる。ゼレンスキー氏は、現時点でウクライナ軍はドネツク州における占領軍の攻撃力を消耗させることに成功していると表明。
一方でロシア軍の攻撃が最も集中している同州のポクロフスクとクラホベ付近では毎日激しい戦闘が起き、極めて状況は依然として厳しいと述べた。またロシアとの取引材料となるロシア兵捕虜の交換の蓄え、エクスチェンジファンドが大幅に補充されてきているとの認識を示した。ロシアのショイグ前国防相の側近が次々と拘束、史上最大規模の粛清になるとの報道も。ロシアのショイグ前国防相の側近が次々と拘束されています。独立系メディアはさらに拘束者が増え、史上最大規模の粛清となるという見方を報じています。今年5月、国防相を務めていたセルゲイ・ショイグ氏が解任されると、パベル・ポポフ前国防次官やワレリ・ムミンジャノフ前レニングラード軍管区副司令官ら少なくとも7人の元幹部が汚職などの容疑で拘束されています。独立系メディアのモスクワタイムズは関係者の話として、一連の拘束はウクライナ侵攻の失敗の責任を軍に押し付けようとする治安当局側の意向で、ロシア大統領府の同意を得ていると伝えています。今後も粛清は強まり、年末までに拘束者数は数百人に及ぶだろうとしています。西側兵器使用、ウクライナに許可すれば核戦争に、プーチン氏側近。ロシアのウォロジン下院議長は19日、西側諸国の政府に対し、ウクライナがロシア領内の奥深くを攻撃するために西側諸国が供与した長距離兵器の使用を承認すれば核戦争が起こることになると警告しました。ウォロジン氏はプーチン大統領の側近で連邦安全保障会議のメンバー。ウォロジン氏は対話アプリテレグラムへの投稿で、欧州議会が求めていることは核兵器を使用した世界戦争につながると警告。プーチン大統領も12日、西側諸国がウクライナに供与した長射程兵器でロシアに対する攻撃を認めれば、西側諸国はロシアと直接戦うことになると述べている。EU が5兆6000億円の融資表明、ロシアの凍結資産活用でウクライナに。欧州連合 EU は20日、ロシアの全面侵攻を受けるウクライナへの支援のため、主要7カ国 G7 が合意した枠組みに、最大350億ユーロ、約5兆6000億円を融資すると発表した。返済には、西側諸国が凍結したロシアの資産の運用で生じる利益が充てられる。ウクライナのゼレンスキー大統領はこの日、首都キーウでフォンデアライエン欧州委員長と会談。記者会見で、この支援をシェルター建設や防空システムの購入に充てると説明した。フォンデアライエン氏は欧州議会などの採決を経て年末までに融資すると語った。6月の G7 首脳会議ではウクライナ支援のための基金創設が決まり、資金は各国が貸し付けた上で西側が凍結したロシアの資産の利益を返済に充てる仕組みとなっている。